い、皆さんこんにちは、リュウリュウ TV 川上隆一です。そして本日のゲスト、私の先輩、そして今回ダイニオンプロレス卒業するフランク淳さんです。イエー、フランクです。いや、今日はね、本当に今道場、ダイニオンプロレス道場にいるんですけど、今日が本当に最終日、最終日、はい、この最後に道場に来る、はい、これは先来るか分かんないし、来ないかも分かんないし、いや本当、そう、9月いっぱいで僕、最初は首みたいな、はい、卒業ということみたいなね、はい、なんで皆さん、すごい円満ね、大事ですね。いや久々で最近のダイニオンプロレスでは類を見ない円満大社ですよ、はい、うん、はやっぱりね、そうやってね、ちゃんと筋を通してやめるんだろうね、読みたかったんで、結構うちフェードアウト系が多かったんで、はい、ね、その中でね、こんだけね、この前のね、引退試合というかね、最後の試合もこうみんなにこうね、見取られてというか、本当良かったわ。みんなに見取られてこう焦点したみたいな感じ。いい終わり方ですよ。まずね、こう大橋さんのこと知らない人もいると思うんで、ちょっと簡単にね、馴、はい、れ初めみたいなのね、話も。あ、私の生い立ち。生い立ち。興味あんのこれみんな。いや、いいんすよ。いいの？知ってもらった方が。俺川上の見たことないんだけどさ、YouTube。ないっすか？ない、ね。見てください。さっさと登録してください。はい、あ、そう。どういうのやつって。はい。普段どういうのやつ。今生い立ちの話してるの。いや僕はなんかいろんな、ちょっといろんなことをやってます。合気道をやってみたり。あ、そういうちゃんとやってんだ。やってます。ロケっていうか。そうですよ、僕はメテロンカメラつけて。本当。自撮りで。本格的なんだ。めちゃめちゃ本格的。とりあえずまあね、こういうプロレスラーっていう職業なんで、うん、いろんなこういう業種とか。コラボとかね。そうそう、文化交流、ね、コラボね、お持ちしております、ね、はい、はい、では生い立ちをね、はい、ね、はい、じゃあ、どっから生い立ちって生まれ育ちとかそういうのから、あ、出身ぐらいでいい、出身は、はい、出身は埼玉県の川口市っていうところなんですけど、まあ東京からほど近いところなんですけど、そんなに、まあ、うちの方は、川口自体は結構都会の扱いなんですけど、うちの方は結構田舎で、はい、田んぼの周りに、暮らして、過ごして、幼少時代を過ごした感じですね。で、まあ、小学校の時に僕は野球やってまして、野球6年間やってました、1年から6年。左利きだもん。左はだからあれだよ。すごい、こう、重宝されるんだよ。左でこう投げてらっしゃるんですか？そう。左って、少年野球って、カーブとか、うん、そういう変化球とかないから、もう、直球のスピードか、あとこの、角度で勝負するしかないんだよね。だから、左投げって、右バッターからすると、怖いんだよね、こう。インから入ってくる感じに見えるんだよ。だから、俺、ピッチャーもやってて、そっか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 、そう、右投げの人が右打ちの場合は、うん、もう結構そんなね、ねやりやすいかな、うん、だからね、うん、でも全然対戦しなかったんだよね。だからね、対戦してたらこんなとこいないですよ、ね、で、小学校野球やって、で中学校に入ったらもう野球は一切やめて。で、水泳部に入りましたよ、水泳部。ああ、そう、ね、まあ、水泳もね、はい、結構誰も入る前とかにインストラクターとかね、うん、水泳は結構僕の中で結構大橋さんってこうね泳げる、すごい泳げるイメージ、うん、
プールでバタフライやる。結構ね、海とか見てるし、ね、海とかプールでバタフライで泳ぐ人ってあんまりいないじゃん。流れるプールで泳ぐバタフライとかやってるから、ね、邪魔だよみたいな。ザッパンザッパン。僕は泳げないんで、全然バタフライとかできるのすげえな。湘南ボーイでしょ。湘南ボーイの丘サーファーなんで。まあ、中学校は3年間水泳やって、で高校入ったらまた全然違う。次ね、俺、うん、ラグビーですね、はい、ラグビー、はい、ラグビーもなんか、ね、こんなね、割と小柄でね、ラグビー頑張って、でラグビーも高校のラグビー部の部員の人数が5、6人しかいなくて、うん、でラグビーって15人いないとこう成立しないんで、なんかもう無理やり入れられた感じ。人数合わせそう。結構やんちゃなやつを集めたみたいな。元気なやつを体力ありまってる。だから全然最後までルールとか分かんなくて。すごいすごいっすね、それは。なんでやってるの、タックルすればいいからみたいな感じです。それないと倒せばいいから。最後までルールが難しいんだよ、ラグビーって。今は結構人気だけどさ、全然分かんなくて、ね、こう自分よりなんか下にしか、そう、後ろに、ね、後ろにしかできない。そう、前投げたらそれぐらいしか分かんなくて。で僕もそんぐらいの知識なんで、ね、全然。なんでこれ、スローになるかってなんかよくわかんない。なんで途中でなんか蹴るんだろう。そうそうそう。俺もなんかね、選べるんだよ、ね、確か。みんなポンポン蹴った方がね、前にどんどん蹴るんじゃないかな。蹴るのは前に蹴っていいらしい。そう、蹴るのはいい。なんでそれ。でもみんなも前に蹴ってもそれを追いかけていけ、早いだろうと思ってるんですよね。もっと難しいんですよね、そんなね、単純な問題。ラグビーもね。でね、ラグビーやってる時に、うちの学校に俺同級生で、もう辞めちゃったんだけど、ノア、プロレスリングノアに、昔言った平柳玄馬って、俺と同級生で、一緒にラグビーやってた。同じ学校からね、二人プロレスラーが出た、うん、意外とすごいよ、川口から。そう、ね、もうしょぼい高校から、もう何の名門でもない高校からね、で二人ともね、もうプロレス界からそれぞれ。まあ入れなげも円満だね、うん、良かったよかったですよね。それで晴れてこうね、あとね、バンドもやってたじゃないですか。そうですね、はい、そう、まあ、高校ぐらいからバンドをやってて、で高校卒業して俺一回就職したんですね、スーパーに。スーパーのバイヤー、バイヤー、そう、やお、成果、成果、成果のバイヤー、バイヤーやってたんですね。でそれやりながらもうバンド活動も一応やってて、すごいですね、成果のバイヤーやりながら。でね、やっぱそう、やっぱ就職しちゃったとこう休めないんですよね、全然休めなくて、でバンド活動も、できなくて、で結構ね、いいとこまでバンドが行ってて、ね、CD とかも出してて、ね、そう、でだから、もうどっち取れってなっていうとこまで来ちゃって、だからもう、でバンドやっぱ若いから、まあ、20歳そこそこだったんで、バンドの方がね、いいやつって魅力あるから、なんかいけるんじゃないかと思ったから、で辞め、スーパーを辞めまして、スーパー辞めて、めっちゃ給料もらったんだよ俺。マジで、でバイヤーっすもんね、でボーナスもね、2回出て、冬なんてあれだよ、給料の3倍。はあ、100近く、へえ、それを蹴って、それをバカだね、バカ
だね、俺はバンドに行った夢を追っかける人間だ。多分ね、俺その頃は一番給料増すんですか。台本に入ってから給料が下がるどんどん下がる。はい、そうだよ。それを受けてバンドマニーね、はあ、一応 CD も出して、お金はもらってたけどやりたいことじゃなかったってことですね。結局ね、今までの人生、うん、やりたいことを、うん、やれてなかったから、そう、やれてなかったから、うん、やりたいことやね、まあ、必ずしもね、こう収入とね、幸福度が比例するわけじゃないし、だってね、そういうやりたいことやってる人って少ないじゃん、うん、できないよね。そうですね、僕も言われます、仕事として、うん、それで飯食ってるからね、うん、いいなって羨ましいぐらいだ。こうやってる側にしたらね、やっぱ収入も少ないしね、っていうのがあるから、なんかそんなことないよって感じだけど、こう外から見るとね、やっぱね、華やかな世界にね見えますもんね。いいなって絶対思う。だから結局ね、いいんだよね。そういいんだと思う。いいんすよね、いい世界よ。やるだけ、そうね、で棒挟みたいにね、これからもね、とりあえずやりたいことをね、これからね、また日本は景気しばらくなっていくかもしれませんからね、とりあえずね、こうやってやりたいことを全部こうやってきた大橋さんっていうのはね、こうすごいですよね。だからやり残したこと、まああるけ、やり残したことあるけど、もう僕は子供も2人できて、でこれからやっぱりこれで、子供のために僕は生きていきたいんで、ね、40歳そこだ、稼ぎも大事だし、ね、これからお金変わるから、だから、ここでいいかなって、人生は終わり。だから子供のために、新しいね、スタート。